1963年東京都知事選挙は、1963年4月17日に行われた東京都知事の選挙である。現職の東龍太郎が再選された。坂本勝は、元衆議院議員、元甘崎市長、前兵庫県知事で、日本社会党、民主社会党、日本共産党による革新統一候補として、 現職の東龍太郎知事の有力な対抗馬と目されていた。前々回、前回と革新系の有田八郎の前線を許していた保守勢力にとって、東京オリンピックを控え革新都政阻止は、勝利の急になり、大物右翼の小玉吉夫、笹川良一や、政府要人の川島昌二郎らから、 反共活動資金を供与された、右派候補が退去して出馬し、坂本に対する熾烈な原因評工作、選挙妨害を展開した。また、保守陣営による、戦艦発行の偽造卸子を大量に貼って、選挙ポスターを増やすという偽卸子事件も起きた。三候補を擁立した、日後とるは、政治団体名で、中でも、橋本勝は、 戸籍を表説した第三者の成りすましであり、本人はすでに死亡していた事実が、執行日直前に発覚し、立候補無効、得票を例とする処分が下された。当日有権者数、611万1660人、最終投票率 67.、67.74%東派による、偽少子事件が発覚した。ありがとうございます。